さあ直線に入りました。これからの勝負、最後の追い比べ。先頭はマコトスパルビエロ、スマートファルコン先頭、2番手はマコトスパルビエロ、追いすがります。あと 200m、 スマートファルコン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。スマートファルコン厳しいか。サクセスブロッケンかわす。サクセスブロッケン大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はパワちゃんボール、パワちゃんボール、先頭。2番手は冒険桜、残り 200m、 パワちゃんボール、先頭だ。残り 100m、 必死に追うパワちゃんボール。2番手はアパパネ、パワちゃんボール1着、パワちゃんボール1着、2着にはどうやらアパパネ。見事に勝ちました。パワちゃんボール、アパパネ、2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はルーラーシップ、しかし後続の足移動もなかなかいい。ノーズキングダム、外から一気にエクトワールピサ、パワチャンスマイル、パワチャンスマイル1着、2着にはどうやらノーズキングダム。見事に勝ちました。パワチャンスマイル、エクトワールピサ敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。We'll be right back.
さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭変わりました。先頭はアグネスジェダイ、サクセスブロッケン。先頭サクセスブロッケン、厳しいか。パワチャンシナー差し切った。パワチャンシナー1着、パワチャンシナー1着、2着はサクセスブロッケン。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはパワチャンシナー。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わって、ナムラクレセント、ナムラクレセント、先頭2番手はナムラクレセント。あと 200m、 先頭はジャガーメイル。残り 100m、 2番手はナムラクレセント、ジャガーメイル先頭だ。先頭はジャガーメイル、1着でゴール。ジャガーメイル1着、2着にはどうやらアルナスライン。これは驚きました。ジャガーメイル間違いありません。なんとジャガーメイル。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はパワチャンボール、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はマチカネステージ、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。あと 200m、 後続を引き離しにかかります。パパパネ抜けた。このまま決まるのか。2番手はパワチャンビゼン、パパパネ今ゴールイン。段違いの強さです。パパパネ1着、2着は微妙です。パパパネ素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。
周の直線526メートル、ここからが勝負。ここで先頭はパワーチャンスマイル、パワーチャンスマイル先頭、2番手はビーチヒット、懸命に追いすがります。パワーチャンスマイル先頭、あと200メートル、ビクトワールピサ伸びてきた。残り100メートル、ビクトワールピサ先頭、2番手はローズキングダム、ビクトワールピサ1着、ビクトワールピサ完勝。ビクトワールピサ1着、2着はローズキングダム、ビクトワールピサ完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はローレル・ゲレイド、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はパコボーイ、追いすがります。サンカルロ頑張る。残り 200m、 先頭はサンカルロ、先頭はサンカルロ、サンカルロ先頭、パコボーイ迫る。パコボーイ、パコボーイ1着、2着は微妙です。パコボーイ圧倒的な強さ、これが世界の走りだ。日本勢なすすべなし。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はサクセスブロッケン、あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。パワチャンシガーいい手応え、一気にパワチャンシガー、サクセスブロッケン、わずかにパワチャンシガー体勢有利。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はシャドウゲート、残り 200m、 先頭はバワちゃんシグナル、バワちゃんシグナル、先頭中山フェスタ追いすがります。バワちゃんシグナル、バワちゃんシグナル、1着、2着にはどうやら中山フェスタ。なんとびっくり、勝ったのはバワちゃんシグナル。これには場内もどよめいています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はバワちゃんボール、残り 200m、 先頭はバワちゃんボール、残り 100m、 バワちゃんボール、先頭アパパネ追いすがります。バワちゃんボール、バワちゃんボール、1着、2着にはどうやらアパパネ、見事に勝ちました。バワちゃんボール、アパパネ、2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。
さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭はシャドーゲート、差は3馬身、後続の手応えもいい。2番手はパワーチャンペッパー、パワーチャンペッパー必死に追います。この差は果たして縮まるか。ブエナビスタいい足だ、ここから勝負をかけます。ファイナルカウンター、ブエナビスタ伸びません。ファイナルカウンター、ファイナルカウンター。1着、2着にはどうやらパワーチャンペッパー、これがダービー馬だ。ファイナルカウンター。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はシルポート、シルポート先頭、あと 200m、 先頭はエイシンアポロン、先頭はエイシンアポロン、サプレザ抜けた、ファイングレイン迫る、サプレザ、サプレザ1着、2着にはどうやらファイングレイン、サプレザ見事に1着。世界の強豪の前に日本勢敗れました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はエリムワルツ、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はミヤビダンデリ、残り 200m、 エリムワルツ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。中山フェスタ粘り込みを図ります。先頭は中山フェスタ、1着でゴール。中山フェスタ1着、2着は微妙です。中山フェスタ1番人気に応える見事な G1 勝利です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はアルナスライン、エルノダノール、先頭2番手はブエナビスタ、エルノダノール、先頭内から一気にリフトワールピサ、リフトワールピサ、リフトワールピサ、1着2着にはどうやらエルノダノール、これがダービー馬だ、リフトワールピサ。Thank you.